一番いいところは一着から作れます。ここの隙間にねティッシュの箱入るよ、これで。はい、YouTube 皆さんこんにちは、アニマルランドにようこそ。今回、紹介するのはですね、こちらで送られてきてます、 UPS で送られてきてます、海外から。はい、何かというと、まあ柔らかいものなんでね、ジャージ系です。はい、こちらになります。ジャカル、ジャカルっていうのはオーダージャージをやっている会社です。はい、オーダーのつなぎね、セミワンピースっていうんですか、ここまでジッパーがあってここでピカッて開くやつ、あの手のやつが欲しいなと思ってて、前中華でね、4000円で作ってるんですよ。生地とかそういったのはいいんだけど、デザインのやり取りがねもう大変で、結局ね、一部デザイン間違えた状態で、作ってきて、まあ実際見てもね分かんないんですけど、非常に腹が立ったんで今回はそこでは頼まないです。で、ジャカルという会社、ここはね、まあ、しっかりとね多分レースとかにも参戦してるような、そういうちゃんとした会社です。まあ一番いいところは一着から作れます。結構割高になるんですけど、一着と二着でだいぶ違うんですよね。一着でこれの場合は330ドルぐらいしたかな。で2着になると250ドルとかそういう感じでね、ぐっと下がるんですよ、 2着から3着で。さらに5着ぐらいになってくるともっと下がってくるんですけど、まあそういうとこです。うん、でまあもちろんね日本のところにも、作ってくれるとこあります。で1着っていうのがないんだよね、セミワンピースで。まあいい感じのね、空気抵抗のあのジャージ、空気抵抗が低いジャージとかいうやつでっていうのを見ると、だいたい4万後半から5万円台1着ね。で3着から注文を受けます。ってことは10いきなり15万みたいなで残り2着どうすんのみたいな感じになるじゃない、1人でね使う場合。だからこのジャカル、これを見つけた時はね、おやったーと思いましたね。ただね、あの300ドル、320ドルってまあ今この円安1ドル150円ですからね、もうちょっとそこから先は考えたくないなと思うんだけど、結局あの大体1着5万ぐらいとかしちゃうんですよ、うん、そういう感じね。だけどまあ3着買わなくていいんで、それで済んでいる、うん、という感じですね。まあどんなやつかちょっと見ていきましょうね。開けていきます。結構簡単に開く、うん、結構簡単に開く。これ硬いかなと思ったけど、じゃん、はい、すげえ小さく見えるね。だけどこう当てると、あ、これなんかこうやってみるとさ、ちっちゃい、子供用みたいな感じだけど、当ててみるとね、長さはあ、まあそこそこある、うん、あ、うん、自分の長さだなっていう感じです。サイズはね XS なんですよ、うん、で、まあここのねいいところはこの空気抵抗が少ない生地です。今時のやつでピシッとしている感じになると思います。ちょっとまだ着てないんでね、今出したばかりだからね、着てないからピシッとするかどうか分かんないんだけど、怖いね。で後ろの作りがこういう感じ、こういうタイプにしては珍しく3ポケットです。だから一個一個がね意外と小さかったりはするんだけど、でもう一つ変わってんのはポケット落としたポケット独立してんですよ、これ。ポケット独立してんの、一個一個のポケットはあんまり大きくないから、多分もしかするとボトルは入んないかもしれないんだけど、これポケットはね完全メッシュなの、これメッシュの生地で、だからねちょっと期待してます。一個のポケットの大きさがちっちゃいんで、もしかするとこれ入んないかもしれない入るかな、ちょっとやってみよう。あ、入るわ、うん、入る入る。あのね
伸縮性はかなりある、うん、これ今着てないから多分着てあのこうあれだけど、うん、入る入るね、まあ、ただちょっとボトルはいまいちな感じはするけど入るわ。で3分割になってるからいいね。あ、いいじゃん。うん、はい、こんな感じなんですよね、うん、そう。でこういう風に字を入れてもらって、はい、これもね、アドビのイラストレーターを自分で投稿して、向こうでチェックしてくれてっていうこともできるし、あの自分で絵を描いて渡してっていうこともできるしっていう、その両方のやり方ができるようになってます。僕はね、アドビのイラストレーターをそのまま、ね、自分でデザインしたやつを送ってます。なんで出来上がりは、その時送ったものとそのまんまそっくりです。はい、かなりね細かく、ここに来るまでの間に印刷、こういう印刷をこういう風になります、印刷状態こうですっていうのも送ってくるし、気になるんだったら一回紙の紙っていうかね、ちゃんと送ってくるみたいなこともしてくれるみたいです。でもちろんあのね、あのサンプルっていうのもあって、まあそれをもらうのはちょっとお金少しかかったりとかしますけど、そういうこともできるようになってます。かなりね、作るのに対しては慎重にいろいろ進められるようになってます。あ、ジッパーがすごいいいな、これジッパーの動きいいね。で、中のねこのパッド、薄いのと厚いのの2種類が用意されてます、うん、で僕は、薄い方を選んでます。一応ね、あの通常で5時間 OK みたいなやつと9時間 OK みたいなやつの2種類なんですけど、まあ多分5時間 OK のやつで9時間とか全然いけるんじゃないかなと思って、うん、9時間のやつになると もっとさらに分厚いしっかりしたやつになるみたいですね。もう僕はもうあの結構 薄めで十分なんで、薄めのやつでという感じですね、うん、なかなか作りがいいですね。すごいね、手触りもいいですよ、うん、レーシングタイプの手触りです。ちょっと高級感のある、なんだろう、あのスエード系とかああいうやつとは違います。レーシング系のこうツルッツルッサラッとした感じのやつね、うん、はい、で胸のところにもね空力を考えた生地を使っておりますね。こういうところもそうです。あとこうね、はい、じゃあねちょっと着てみます、うん、はい、これがジャカルのマークですね、うん、デザインでインカルフォルニアって書いてあります。まあ実際はねカルフォルニアで、デザインして、全部仕上げて、で作ってるのは多分ね中国じゃないかなと思うんですけど、送り元がですね米人になってるんで北京で作られてます。じゃあね着てみます。いきましょう。はい、こんな感じです。もうぴったり、これはもう僕のためにしかないぐらいのぴったりですね。ぴったり、すごい。どれぐらい速くなるかなこれなんかね速くなりそうな錯覚をしてしまう、はい、そんな感じです。まあね乗ってみないと分かんないこともあるんでね、まあ一応乗ってみて、うん、問題なしっすね。すげえ、すげえ、いや、これはねやばい、むっちゃやばい、むっちゃ嬉しいねこれ。いやーこれ気持ちいいわ。最初ねここを黒にするかどうか悩んだのよ。前のやつ黒だったじゃない、ここ、この辺も。
でどうしようかなと、こっちの方がまあ明るくなんじゃないかなと思ってブルーにしました。このブルーの感じ、うん、まあビアンキっぽく、チェレステネアとのブルーみたいなね、チェレステとブルーみたいな感じ でアニマルランドってここに書いて、で、あ、スッと入る、スッと入る、で携帯入って、あ、うん、全然いけるじゃんこれ、すげえ。でこれ、ここなぜか知らんけど、ここむっちゃ開いてんのよ、ここむっちゃ開いてんの、これここの隙間にね、ティッシュの箱入るよ、これこういう感じで入れんけどこんなの入れて走らんけど、そういう感じでね、開いてんのよ、ここ、うん、面白いよね、これパーフェクトですよ、これ、うん、いやー、実際ね、これ一着に結構な金額かかってますけどね、だけど、うん、うん、それなりの一着ですね、うん、まあこれ円安だからね、円高になってくれたらもうちょっと安くなるかなとは思うんだけど、物はむっちゃいいっす。これあのレース系のあの人気のジャージ作ってるとこと同じよ、この生地。綺麗に絵も出てるしね、綺麗に出てるしね、うん、すごい綺麗に出てるんですよ、うん、字もいい感じ。この形になった時に突っ張らない？こうやって立ってるとこう脇の下が詰まる感じするんですよ、これ。通常こういう風にやるデザインになってるから、デザインっていうかカットになってるから、こうやるとね、ちょっとねここは締まるんだけど、こうやってやるとどこも当たってないみたいな。いや、これはねすごいっすね、うん、今回ねメーカーのロゴとかどうしようかなとも思ったんですけど、まあまずは一発目はメーカーのロゴ入れてないです。どういう感じに出てきてできてくるか分かんないからね、一発目初めてやるメーカーなんで、次作るときはぜひねメーカーのロゴとかも入れるとかっこいいかなっていうふうにもう思ってます。もうずっとお世話になって、お世話になりっぱなしのね、メーカーさんとかはね入れたいなと思ってます。はい、いかがでしたでしょうか、今回の動画で面白かったな、参考になったなって方はね、ぜひグッドマークよろしくお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ではバイバーイ。いやー嬉しい。アニマルランドでは他にもいろんな動画、こんなのやこんなの公開しています。チャンネル登録はこちらまでよろしくお願いします。はいはい、あともう少し、ゴールまでもう少し。